29節のレノファ山口 FC 戦ということでですね、今朝7時半過ぎですけど、岩国の錦帯橋に来てますということで、今ぐるっと一周してますけど、こんな感じですね。まああまり人いませんと。で、トリニータは山形に負けて連敗したことで、J1 昇格プレーオフ圏内から外れてしまいましたということで、ここのもう8月、山口、藤枝、岡山、仙台と続く試合は、その後の長崎、甲府に向けてももう絶対落とせない、試合ということであります。まあ、山口にはリーグ戦で負けたことはないんですが、エスナイデル体制になったということでですね、全体に侮れない、試合となってます。これから、維新未来フスタジアムに向かいますけど、頑張っていきましょう。Thank you.
開始からやる。顔のことも顔や
1リーグ第29節藤井ロボティクスプレゼンツ津王大島町ホームタウンで目の山内 FC VS 大分トリニータの一戦へようこそ。スタジアム MC 吉永達也です。まずは大分トリニータクラブ関係者の皆さん、そしてサポートの皆さん、ようこそ山口へ。対して今日から山口市では山口七夕提灯祭りが開催されています。どうぞ明日まで残って提灯祭り楽しんでください。そしてその前に素晴らしいゲームとなるように互いに熱い声援を送って最高の週末にしましょう。それでは大分トリニータメンバーの発表です。大分トリニータ3人メンバーです。ゴールキーパー背番号24西川幸之介、
弊社は全社を挙げて上野川を応援していきますし、また地域社会への貢献にも取り組んでいきたいと思っております。引き続き皆さんの温かいご支援をよろしくお願いします。梅雨明け以降猛暑が続いておりますけど、今日はこの猛暑に負けないくらいの熱い応援で皆さんでこのスタジアムを盛り上げていきましょう。現在レモハの住民は福岡の町となり、
Yeah!
Oh, yeah.
地と共に。Ah!
長沢俊、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 
Oh!
誰もいかんやん。Thank you.
ご覧いただいた通り、2023明治安田生命 J2 リーグ第29節富士ロボティックスプレゼンツ周防大島町ホームタウンで上野山内 FC VS 大分トリニータの一戦は2対2の引き分けです。もっとやってくれ。